第二次世界大戦太平洋戦争南方作戦太平洋戦争開戦直前の各国の勢力圏日本軍へ降伏するシンガポールのパーシバル司令官日本軍の空襲を敬意上する戦艦アリゾナ南方作戦経過用図。タ作戦は太平洋戦争の開戦時における大日本帝国軍の進攻作戦。陸海軍中央協定で定められた。 作戦名称は阿合作戦。日本海軍では南方作戦間の作戦を第一段作戦と呼称した。初計画書類の内港作戦計画の全貌を明らかに示しているのが南方作戦陸海軍中央協定である。中央協定によって作戦名称が定められ南方作戦全体の総称は阿合作戦に決まった。それぞれの 各方面作戦は、フィリピン作戦は、M 作戦、マレー作戦は、E 作戦、乱量インド作戦は、H 作戦、グアム作戦は、G 作戦、A 量ボルネオ作戦は、B 作戦、香港作戦は、C 作戦、ビスマルク作戦は、R 作戦と定められた。南方作戦の目的は、香港、マニラ、シンガポールの重要軍事拠点を覆滅して、 東亜における米英勢力を一掃するとともに国力造成上の県地からスマトラ、ジャワ、ボルネオ、セリベス及びマレーなどの重要資源地帯を攻略確保することであった。攻略目標はフィリピン、マレー、ジャワの3つが柱になっていた。そして資源地帯のランインの中心ジャワを最終目標とした。開戦予定日を12月初頭としたのは 日米軍備の比率、特に航空軍備の見隔が日ごとに不利になること、アメリカの防備が急速に進捗すること、米英蘭の共同防衛関係は緊密となって南方の総合的防備力は急速に強化すること、明順以降になれば北方作戦世紀の3があること、作戦地付近の気象関係があることなどが理由である。南方作戦はマレー、フィリピン、ハワイ、香港、 グアムに対して先制攻撃をもって開始されるが、陸軍は長都の危険な都洋作戦を行うマレー作戦に奇襲が必要とし、海軍は機体をかけていたハワイ空襲に奇襲が必要とした。マレーの夜半はハワイの明け方にあたり、マレー作戦のコタバル上陸がハワイ攻撃に先行しない限度でなるべく早く行うように規制する必要があった。 1941年11月10日の東京協定でハワイ攻撃を優先すると陸海軍が確認したが、この攻撃要領ではハワイ攻撃は機動部隊の航空部隊が夜間発艦となっており、11月23日に機動部隊は検討の結果から黎明発艦や変更し、空襲時刻を1時間半遅らせた。海軍は今更陸軍に延期を申し出るわけにいかず、 夜間八巻のハワイ攻撃に合わせて上陸を予定していたマレー作戦の上陸が先行することになった。対米作戦を重視する海軍はフィリピンを先行重視して右回りする作戦を主張し、米英下を期待していた陸軍はマレーを先行重視して左回りする作戦を主張した。左右の作戦は並行して行われるが、どちらを先行させるか、あるいは 両方同時に攻める日本立て化が問題になったが、マレーとフィリピンを同時攻撃して倒した後、航空基地の推進と相まってジャワを攻略する二段攻撃作戦となった。開戦前は陸海軍ともに新軍限回転、攻略範囲をチモール島までと考え、オーストラリアまで拡大するつもりはなかった。陸軍は南方作戦のため、 港軍総司令官の準拠すべき南方軍作戦要領、香港攻略のため品派遣軍総司令官の準拠すべき作戦要領、南海市隊長の準拠すべき南海市隊作戦要領などが策定された。海軍の作戦要領は、在東洋的勢力を一掃し南方領域を攻略する第一弾作戦としていた。海軍は、 ハワイ空襲作戦を独自に決定していた。ハワイ空襲作戦は、前言作戦の一環であり、陸軍参謀本部は、南方作戦の戦略的側面を援護のための試作戦ともみなしていた。1941年9月3日、日本では、イギリスやアメリカ合衆国、オランダとの関係悪化を受け、大本営政府連絡会議において、 帝国国策遂行要領が審議され、外交交渉により10月上旬頃に至るもなを、我が要求を貫徹しうるもくとなき場合にお手は直ちに、対米改戦を決意すと決定された。10月16日、この絵踏みまろ内閣はにわかに、総辞職した。後を継いだ、東条秀樹内閣は、11月1日の大本営政府連絡会議で、 改めて帝国国策遂行要領を決定し、要領は11月5日の午前会議で承認された。以降、大日本帝国陸海軍は12月8日を海戦予定日として対米英乱戦争の準備を本格化した。1941年10月29日までに陸海軍中央島水部における作戦計画書類の策定が終わった。11月5日、 陸海軍の大本営総長は、両軍の作戦計画を上層して、最下を得た。11月5日、海軍は、大海令、第1号をもって、対米英蘭戦争帝国海軍作戦方針と、南方作戦陸海軍中央協定が自達され、敵時所要の部隊を作戦開始前の待機地点に、進出せしむべき旨が指令された。11月6日、陸軍は、 南方作戦の戦闘序列、作戦準備実施に関する大陸命を発令した。クアラルンプール市内で戦う日本軍1941年6月より、マレー半島攻略に向けた訓練を行っていた日本軍による太平洋戦争における最初の攻撃となった。日本時間12月8日午前1時30分、第25軍はイギリス領マレーの北端に奇襲上陸した。 イギリス海軍のプリンス・オブ・ウェールズとレパルスは上陸部隊を撃滅すべくシンガポールを出撃したが、マレー沖海戦で日本軍は航空攻撃により両戦艦を撃沈。第25軍はマレー半島西側をシンガポールを目指して海進撃を続け、1942年1月31日にマレー半島最南端のジョホールバルに突入した。 第25軍は2月8日に、ジョホール海峡を溶かしシンガポール島へ上陸した。11日には、武器、ティマ高地に突入するが、イギリス軍の砲火を受け動けなくなった。15日、攻撃中止もやむなしと考えられていた時、イギリス軍の降伏の死者が到着した。水源が破壊され給水が停止したことが抗戦を断念した理由であった。 イギリス軍は10万人が捕虜となった。日本海軍機の攻撃を受け炎上する新珠湾のアメリカ海軍艦船1941年11月26日、早朝、南雲忠和中将指揮下の日本海軍第一航空艦隊は、エトロフ島タンカン湾よりハワイへ向けて出撃した。日本時間12月8日午前1時30分、第一波空中攻撃隊が発進し、 午前3時25分にフォード島へ、ついで新珠湾のアメリカ太平洋艦隊主力へ攻撃を開始した。日本軍の作戦は成功し、アメリカ軍は戦艦8隻が撃沈、または損傷を受け、数千人の将兵が戦死するという大損害を受け、太平洋艦隊は大幅な戦力低下に追い込まれた。12月8日午後、日本軍は アメリカ領フィリピンのクラーク空軍基地を空襲した。第14軍主力は12月22日にルソン島に上陸し、1月2日には首都マニラを占領した。しかし、アメリカ極東陸軍のダグラス・マッカーサー司令官はバターン半島に立てこもる作戦を取り粘り強く抵抗した。45日間でフィリピン主要部を占領するという日本軍の予定は大幅に狂わされ、 これヒドール島の攻略までに150日もかかるという結果になった。12月9日、第23軍によるイギリス領香港への攻撃が開始された。準備不足のイギリス軍は縄文貯水地の防衛線を簡単に突破され、11日には九流半島から撤退した。第23軍の香港島への上陸作戦は18日夜から19日未明にかけて行われた。 島内では激戦となったが、イギリス軍は、給水を断たれ25日に降伏した。ジャワ島内を進撃する日本軍アメリカ領、グアム島へは12月10日未明に、南海支隊と海軍陸戦隊とが上陸した。アメリカは、日本の勢力圏に取り囲まれた、グアム島の防衛を当初から、半ば諦めていた。守備隊は同日中に降伏した。 南海支隊はついで1942年1月23日にオーストラリア人頭治療のニューブリテン島をラバウルに上陸した。ラバウルはトラック島の日本海軍基地を防衛し、アメリカとオーストラリアとの連絡を妨害する上での重要拠点であった。守備隊のオーストラリア軍は2月6日までに降伏した。アメリカ軍は 空母機動部隊によるマーシャル諸島などへの散発的な空襲を行っていたが、日本軍のラバウル進行を察知し、空母歴新ン,ンを機関とする機動部隊を派遣し、一撃離脱に限定した空襲を計画した。しかし2月20日に日本軍に発見され攻撃を受けたことから、作戦継続を断念して引き返した。アメリカ領英国島は中部太平洋における アメリカ軍の重要拠点の一つであった。12月11日、日本軍の攻略部隊は、ウェーク島へ砲撃を開始したが、反撃により逆に駆逐艦、疾風特逐艦、ひさぎが撃沈され、上陸作戦は中止となった。21日、ハワイから帰還中の機動部隊の一部を加えて、攻撃が再開され、アメリカ海兵隊は激しく抵抗したものの23日に、 降伏した。開戦後、戦況が予想以上に有利に進展したため、南方軍は、ジャワ作戦の開始日程を1ヶ月繰り上げた。1942年1月11日、第16軍坂口主体は、ボルネオに上陸、同日、海軍の空挺部隊が、セレベストウなどに降下し、乱印作戦が開始された。第16軍は1月25日に、バリクパパン、 1>, 1月31日にアンボン、2月14日にパレンバンと順次攻略していった。連合軍の艦隊は、スラバヤ沖海戦とバタビア沖海戦で壊滅させられ、第16軍は3月1日に最終目標のジャワ島に上陸した。ジャワ島の連合軍は3月9日に降伏し、予想外の速さで、イン作戦は終了した。第15軍は12月日、 以降大国内に順次進駐し、タイビルマ国境に集結した。1942年1月18日、第15軍は、第33師団と第55師団をもって、国境を越えギリス領ビルマへ侵攻し、3月8日に、ラングーミへ入場した。さらに、第18師団と第56師団の増援を加えて4月上旬から、北部ビルマへの進撃を開始、 イギリス軍と中国軍を退却させて5月下旬までにビルマ全土を制圧した。マレー沖海戦で主力艦艇を失ったイギリス東洋艦隊は西論島へ退避していた。日本海軍空母機動部隊は1942年4月にベンガール湾へ進出し、コロンボ基地とトリンコマリー軍港を空襲した。イギリス東洋艦隊は反撃を試みたが空母一隻。 重巡洋艦2隻他を失った。太平洋戦争の1942年の状況港作戦は、バターン半島でのアメリカ軍の抵抗を除けば、計画を上回る速さで進行し、日本軍は南方の油田地帯を手に入れたことで、当初の作戦目標を完全に達成した。16万人以上の捕虜を獲得し、日本軍の戦死者は1万人に満たなかった。 この太平洋戦争初戦の南方作戦は日本軍の快進撃のうちに終わった。本土がドイツ軍による攻撃を受けていたイギリスと同じく本土をドイツ軍に占領されていたオランダはその後各地で反抗に出るまで時間がかかり、本土に大きな被害を受けなかったアメリカは数ヶ月を置いてわずかながら反抗を始めたが日本軍の猛攻を受け続けて、 劣勢に回ることを余儀なくされたアメリカ軍は、その後も各地で交代を余儀なくされた上に、本土に対する日本海軍艦艇による攻撃や、関西域による空襲すら受けるようになった。その結果、1942年初頭に日本軍はビルマからソロモン諸島まで東西7000キロ、南北5000キロという広大な戦域に手を広げることになった。日本海軍は、 この激戦の中、同年6月にミッドウェー海戦において敗北したが、アメリカ海軍もその後の各地における、度重なる敗北で、稼働空母が一隻もなくなるという窮地に追い込まれ、反抗が思うように続かなかった。さらに、イギリス海軍も、正論を機械戦により、アフリカ南部への撤退を余儀なくされた上に、避難先のマダガスカルにおいても日本海軍の攻撃を、 受けるなど、インド洋の制海権を失うことになる。また、オーストラリアも、本土北部が1943年2月に至るまで、日本軍機による、度重なる爆撃を受けたほか、シドニー以降が、日本海軍潜水艦の攻撃を受けるなど、日本軍の攻撃に苦しめられた。しかし、わずか一国のみで、イギリス軍やアメリカ軍、オランダ軍やオーストラリア軍、ニュージーランド軍、 そして中国大陸における中華民国軍などの数国と対峙することを余儀なくされた上に当初の予想を上回るほど占領区域が広がり補給線が伸びきった日本軍は1943年終盤までは各地で優位に戦いを進めたもののやがてガダルカナル、ニューギニア、インパールなど各地で兵力不足と補給不足のまま長期戦に引きずり込まれ 1944年以降、国力を急激に消耗してゆくことになる。参謀本部部員だった、瀬島隆造は、南方作戦は、南方の局地作戦という見地に立っていた。グローバルの視点に立って、南方作戦を考えてなかった。ローカル和ではなく、ワールドウアであるという認識が欠けていたと、反省している。日本陸軍の指揮系統。 1941年12月日本海軍の指揮系統。1941年12月1941年12月の日本軍の東南アジア方面での作戦日本軍のオランダ領東、インドへの進行作戦日本軍の中部太平洋への進行作戦日本軍のビルマインド洋への進行作戦。ありがとうございます。